ザウバー C19 は、ザウバーが2000年の F1 世界選手権に投入した、フォーミュラワンカー。設計は、デオレス、セルジオリンランドラーが担当した。2000年の開幕戦から最終戦まで使用された。フロントサスペンションのツインキールチームの開発部門には、ブラバムなどで経験豊富なセルジオリンランドが加入した。C19 は、ザウバーのマシンらしく手堅いデザインにまとめられたが、 フロントサスペンションの喧嘩方法に特徴があった。ハイノーズのマシンはダブルウィッシュボーンのロアアームをマウントするため、ノーズ仮面中央にキールと呼ばれる突起を設けるのが一般的だったが C19 の場合はモノコックの左右下端にロアアームのピボットが張り出していた。このツインキールによりノーズ仮面から障害物を取り除き、気流をスムーズに通過させることができた。 ドライバーはペドロディニスが残留。ジャン・アレジがプロストに移籍したため、前年は VAR やフェラーリで大層を務めたミカサロがレギュラーシートを獲得した。この両名は1998年にアローズでもチームメイトであった。第2戦ブラジル GP では予選でリアウィングが繰り返し脱落するというトラブルが発生したため、チームは決勝から撤退している。C19 は 競争力があることを証明したが、注意グループから抜けてるには至らなかった。サロは6ポイントを獲得したが、新規参入するトヨタからのテストドライバーのオファーを受け、シーズン後にチームを離脱した。ディニスは1ポイントも得ることができず、年末に引退を発表した。チームは、コンストラクターズランキングを1999年と同じ8位で終えたが、獲得ポイントは増加した。 ありがとうございます。